婚に解決税理士の白岩です。本日は2015年12月13日日曜日の動画ブログを撮りたいと思います。この日は終日、朝から夕方まで事務所で仕事をしていました。日曜日ですのでスタッフさんの出勤がありませんので、一人で黙々と仕事をしていて、内容的には年末調整ですねの確認、スタッフさんに入力していただいてますので、その確認をしたり、あとは10月決算の会社のお客様いらっしゃいますね、そちらの作業をしていたというような状況です。で、夕方から6時から一つイベントに参加する予定でして、グリーンドリンクズ静岡という、交流会ですか、静岡を良くしていこうというコンセプトでも5年ぐらい行われているイベントがありまして、それに参加させていただくことにしてました。で、以前1回参加していただいた時に20人から30人ぐらい集まられていて、とてもいい会かなと思いまして、で今回は15周年というイベントの会でしたので参加させていただきました。場所は静岡市葵区高城にある白熊ジャムという、ジャムを特にフォーカスした飲食店ですね、ランチなどもやられているそうですが、そちらにお邪魔させていただきました。で、今回は16名ぐらいの方のご参加で、プラススタッフの方が何名かで、今回2部制で私は1部に参加したんですが、またいい会かなと思います。静岡を良くしていこうと、特に芸術や音楽を通じてという主催者の方の思いを今回よく知ることができて、あ、素晴らしい会だなというのが率直な感想でした。はい、でそちらが8時ぐらいに終わりまして、静岡の町、静岡センターセノバというところのデパートで、東急ハンズとか、洋服を見て、でたまたま町に買い物出ていた妻と会いましたので、妻の車で乗せて帰ってきてもらったというようなことで1日が終わっております。